ですね、今日、試合やるにあたって、まず気をつけたのは選手たちが、この戦前のゲーム、群馬の時に、まず自分たちで、しっかりコミュニケーションを取ってやろうという話を、この週もミーティングしてたので、まずそこを、大事にして、試合に臨みました。まあ、ただ、東京さんが、スリーポイントですね、やっぱり1クォーター目に5本と、あとは3クォーター目、1クォーター目と3クォーター目にスリーポイントを5本ずつ、外国人のところもそうですし、岡田選手のところでスリーポイントを決められてしまったのは、自分たちにとってあんまりいい形ではなかったんですけど、まあ、その中でも、切れずにディフェンスのところを修正しきって頑張れたのは、今日は良かったかなというふうに思っています。あとは、やっぱ自分たちの強みである、アタックのところですね。フリースローの数が、31本やっぱ今日もらえたのは、東京さんにとってはすごく嫌なことだと思いますし、自分たちにとってもここの、強みっていうのは非常に出せたゲームじゃないかなと思ってます。あとは東京さんが、能力の高い選手が、すごくいるっていうのを分かってたんですけど、オフェンスリバウンド、セカンドチャンスポイントですね、オフェンスリバウンドを取られてからの点数が今日16点取られてるので、まあ、そこを明日は、もっと修正してやっていきたいなと思ってます。